今日のお題はバナップルだよ。バナップルって確か前回のハイブリッドフルーツのところで出てきていたね。確かリンゴ風味のバナナなんだっけ。それじゃあ説明していくよ。バナップルはスミフルジャパンが開発したデザート系バナナの品種だよ。発売は2012年だね。特徴はその味で普通のバナナよりも酸味が強く、その味わいがリンゴに似ていることから、バナナ足すリンゴでバナップルとなったんだ。味はリンゴの中でも富士リンゴに近いとされているね。なるほどね。ちなみにこのバナップルなんだけど、2018年に一度販売終了してしまっているんだ。でも2023年の1月から季節と数量限定で復活販売されることとなったんだ。少し高価ではあるけど、インターネットの公式サイトから注文できるよ。そうなんだ。もし見かけたら買って食べてみたいものだね。